はい、川桁駅から歩いて数分の場所にあります観音寺川の桜並木です。時間によっては雨がちょっとぱらついて少し肌寒い時間帯もあったんですが、今は天気回復しています。穏やかに晴れてまさにお花見日和といったところでしょうか。さあご覧ください、この景色、土手の緑と穏やかに流れる川のせせらぎ、そして今見頃を迎えた薄紅色の桜とのコントラストがとても幻想的です。川の両岸にある桜が川に覆いかぶさるようで、まるで桜のトンネルを通っているようなとても美しい風景です。で観音寺川から川桁駅までのおよそ1キロメートルにわたってソメイヨシノやしだれ桜が200本植えられています。そしてどこか懐かしさも感じますよね。この観音寺川は護岸工事が行われていません。自然そのままの姿なんですね。大自然と桜が融合する景色、雪国東北にようやく春が来た、そういった喜びも感じられます。今ご覧になっているところがちょうど写真を撮るにも景色を眺めるにもとってもいい場所で、皆さんここでですね、ほんとたくさんの写真を撮ったりこうお話をされたりしていました。桜が弧を描くように咲き誇って、はい、さらに青空、川のせせらぎと圧巻なんです。この景色を一目見ようと今日も日中多くの方がいらしていました。今日の県内は東京や仙台など県外からもお客さん来ていました。ここでは桜をすぐ近くまで見ることができるので、中にはこう目の前で桜を見れることもできるんですね。皆さん様々な位置から桜を撮影したり、家族や友人と散歩する姿も見られました。綺麗でした。ピンクのところ、咲いてるって聞いたんでちょっと気になってきました。和むなって思いました。綺麗ですね。綺麗で川がまたあるってのがなんかいいなって。そうね、そうね、素晴らしいです。空気が爽やかだし、初めて来たんですけども心がウキウキしてます。さらに今日から3年ぶりに桜祭りが開催されますされています。午後6時半からはライトアップも行われるんですが、ご覧ください、屋台も出ています。今年は20軒のお店が出店しています。中でもここだけでしか味わえない楽しめない商品もあるんです。こちらは猪苗代町でお酒を扱っている綿八商店さんです。よろしくお願いします。こんにちは、いらっしゃいませ。これはどんな商品が楽しめますか？そうですね、こちらは桜祭り限定酒になっておりまして、はい、地元の稲川酒造様から本醸造辛口を入れていただいているお酒です。はい、すっきりした辛口のお酒です。桜が綺麗なボトルですね。そうですね、はい、地元の風景を入れていただいているので、いいお土産になるかと思います。本当ですね、はい、皆さんよろしくお願いいたします、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。さあそしてですね、こちらのお店もご紹介します。中野沢温泉近くにあります蓬莱堂製菓さんです。ここは笹団子が人気なんですけれども、今しか買うことができないこんな美味しい商品もありますよ。とってもいい香りしますね。はい、どうもありがとうございます。いらっしゃいませ、はい、どんな商品ですか？はい、これはね、花見のね、なると限定品でね、はい、これいつも焼き団子はね、またお客さんが楽しみにして待ってるんです。何味ですか？これはね、牛麺ごまくるみ味噌、これは醤油味ということで、うん、2種類の味になってます。ね、もう本当に香ばしいいい香りがしますね。はい、ありがとうございます。はい、たくさんの方に食べてもらえればいいですね。はい、はい、じゃあよろしくどうぞ。はい、なお会場では新型コロナ対策で飲食はできません。テイクアウトのみとなっております。桜の思い出を胸に刻んでお家で楽しんでください。ではここからは実行委員長の佐藤さんにお話を伺います。よろしくお願いします。はい、どうぞ。3年ぶりの開催となりました桜祭り、今のお気持ちどうですか？はい、非常に嬉しいです。2年間、我慢して
トイレをつけたりしても中心したりいろいろやりましたけど、うん、今年は嬉しいです。そうですね、様々な制限がある中ですが、今年どんな風に楽しんでもらいたいですか？はい、いろんな事情コロナ禍で ありますけども、桜はもう100年以上の樹齢になってますので、はい、それを味わってほしいなと思います。佐藤さん、ありがとうございました。桜ですが、上流は5分から6分咲き、下流は満開に近い状態ということで、明日は天気良さそうなのでお花見日和となりそうです。ここだけでしか見られない絶景、ぜひ皆さん味わってみてはいかがでしょうか。はい、中継で伝えてもらいました。